トンショ式1型トンショ式1型は日本で初めて飛行した国産ハンググライダー。飛行家トンショヨシカツによって1937年に製作された。1915年に長野県下高井郡で生まれたトンショは尋常小学校の4年生だった大正後期から模型飛行機の製作に没頭していたが、1933年頃に 自宅近在の上田市に飛来したドイツ製グライダーである月品元気の影響を受け、グライダーの自作を決意。模型飛行機の製作経験とドイツ語の現象を購入した航空機製作の指南書、月賃元研究ノートを参考としつつ設計を開始し、1935年末にハンググライダーとして設計がまとまった。機体の製作は、 自宅2階の使われなくなった産室で行い、1937年春に機体を完成させた。航空局の検査を1回で通過した後、トンショ式1型は、トンショの操縦によって1937年3月10日に、下高井軍、遠徳村で初飛行に成功、続いて4回ほどの試験滑空を行った。その後、トンショは、 トン書式1型を母校である旧正須坂中学校に預けた後、立川飛行機勤務を経て航空局航空試験所の検査官となったが、トン書式1型による飛行は継続し、保管場所を須坂中学から霧ヶ峰グライダー研究会の格納庫に移した後の1943年2月11日には、霧ヶ峰にて雪上での飛行実験を行っている。しかし、 1945年の太平洋戦争終戦に伴い連合国軍最高司令官総司令部によって発せられた飛行停止命令を受け、トンショ式一型はキリケンが保有していた他のグライダーと共に焼却処分され失われた。戦後、トンショは新たに比較的通常のハンググライダーに近い無尾翼型のトンショ式2型マイウィングを製作し、1976年に 初飛行させた。さらにモーターハンググライダーである、トンショ式3型の構想もあったが、こちらは、設計が固まらないまま、1999年にトンショが死去したことによって終わっている。また、1938年頃には、トンショ式1型を発展させた人力飛行機も計画されていた。トンショ式1型は、戦後に普及した私欲のみのハンググライダーとは異なり、 主翼の他に胴体と尾翼を有するソアラーに近い形状のものだった。操縦者は上半身のみを機種の風防の中に入れ、胴体から下半身をぶら下げる形で滑空する。機体はスプルース製骨組組にハフバリで機体の軽量化のために主翼取付部のボルトを除き組みなどは使用されていない。主翼は左右安定のために翼端に植え、 帰りズノがついた逆軽翼となっていた。発光にはゴム柵を用いる。機体への登場は風防上部に設けられた蓋から行われ、この蓋は飛行中はゴム紐によって自動的に閉まるようになっている。また、機体下部にも足を突き出すための蓋が設けられており、こちらも操縦者が飛行中に足を胴体内に引き込むと自動的に閉まるようになっていた。 ありがとうございます。